デモ行進する参加者たちアステラーダ2012年カタルーニャ独立デモはカタルーニャ国民の日である2012年9月11日にスペインカタルーニャ州バルセロナの中心部で行われたデモ行進である参加者たちはカタルーニャ新しいヨーロッパ国家というスローガンの下、主権国家としてのカタルーニャの独立と統合を要求した 民間団体のカタルーニャ国民会議によって組織され、独立に向けた自治体連合がカタルーニャ国民会議と共同で主導した。2012年6月30日にリエイラで始まった一連の独立に向けた行進として知られる運動の一部であり、最後を飾った最も顕著な事例である。2010年カタルーニャ自治抗議などを上回る人数が参加し、多くの新聞や 他の報道機関は歴史的なデモであると表現し、スペインの民主化後にカタルーニャ地方で行われた過去最大の抗議行進であるとした。カタルーニャ君主国は13世紀に自治制度を確立し、13.14世紀には南ヨーロッパの大国として地中海で覇権を握った。18世紀初頭のスペイン継承戦争では、 フランスやスペインを中心とした軍とハプスブルク君主国を中心とした同盟軍が交戦し、カタルーニャ軍はハプスブルク側に着いたが、1714年のバルセロナ包囲戦でスペイン軍に敗れて陥落した。カタルーニャ地方は独立を実質的に失い、新たに成立したスペインボルボン朝の下でカタルーニャ語の使用が初めて禁じられた。 1931年には第二共和制で再び自治権を得たが、スペイン内戦後の1930年代後半からのフランコ体制下のスペインでは文化や言論が一層弾圧され、カタルーニャ語名の使用すらも禁じられた。1975年にフランシスコ・フランコが死去してスペインが民主化の時代を迎えると、カタルーニャ語はスペイン1978年憲法で、 公用語としての地位を回復し、その後成立したカタルーニャ自治州の下で一定の自治権を得た。バルセロナの陥落日は1714年9月11日だったことから毎年9月11日はカタルーニャ国民の日と呼ばれる祝日となり、毎年のカタルーニャ国民の日にはカタルーニャ州政府による公式式典が行われる。2000年には国民党が スペイン議会総選挙で勝利を収め、ホセマリア・アスナール政権とカタルーニャ州政府の関係は険悪なものとなった上に、2000年代後半のバブル経済崩壊で政治基盤が弱体化し、カタルーニャ州は大きな公的債務を抱えるようになった。カタルーニャ州はスペイン有数の経済力を持つ自治州であるが、2008年のリーマンショック後には州の財政が悪化。 2010年前半にはスペインを含むヨーロッパ諸国で欧州債務危機が起こり、中央政府は州政府に財政赤字削減策の遂行を要求した。カタルーニア州が中央政府に支払う税金が州に十分に還元されていないとする不満が高まり、スペインからの独立を求める独立支持派が台頭した。2010年7月10日にはカタルーニャ州バルセロナの中心部で、 カタルーニャの自治の制限や2006年のカタルーニャ自治検証改正の無効化や再解釈などに関する直近のスペイン憲法裁判所の決定に反対するデモが行われた。地元警察はこのデモの参加者数を約110万人と主催者は150万人と推定した。マドリードを拠点とする日韓市のエルパイスはデモの参加者数を43万5000人と推定した。 デモ参加者数の報告に特化した民間企業のリンスはデモ終了15分後の20時30分にある通りで参加者数を計測し5万6千人から7万4400人と推定した。バルセロナ市長はデモの参加者数を前例がないと表現した。バルセロナに拠点を置く日韓市のエルペリオディコでカタルーニャ市はカタルーニャで起こった。 大規模な抗議行進の一つであることは疑う余地がなく、おそらく最大のものだろうと表現した。このデモは、カタルーニャ語のスローガン、ソンウナナチオ、ノーザルターズディスイディムの下で行われた。2010年7月10日のデモがカタルーニャとスペインの関係の転機となったと分析するアナリストもいる。11月28日には、カタルーニャ衆議会議員選挙が開催され、 集中と統一のアルトゥール・マスがカタルーニャ州首相に就任した。2011年5月には2011年スペイン議会総選挙が開催され国民党が350議席中絶対多数の187議席を獲得してスペイン社会労働党から政権を奪取し当主のマリアーノ・ラホイがスペイン首相に就任した。2009年9月13日から2011年4月の 間に数百の村において独立のための模擬住民投票が行われ独立を支持する投票が圧倒的に多かったが投票率は27.41%と低かった市民の取り組みの一部にスペイン中央政府によるカタルーニャ地方の軽視に反応して2011年と2012年に行われたノーベルパガーキャンペーンがある抗議運動は2012年4月初旬に カタルーニャ州で始まり、5月までには、バレンシア州とバレアレス諸島州にも小規模な運動が飛び火した。組織レベルでは、カタルーニャのいくつかの自治体が連帯する動きを見せた。地元組織に、さらなる権利をもたらし、自己決定権を促進するために、2011年12月14日には、ビッグに独立に向けた自治体連合が公式に設立された。1996年には、 社会学調査センターがカタルーニャの独立に関する調査を実施し、一個人としてあなたはカタルーニャの独立を支持するか支持しないかと質問した。この際には独立支持が33.6%、独立不支持が53.5%となっていた。その後、2011年と2012年には様々な調査機関やメディアが似たような調査を実施し、 独立支持が独立不支持を上回った。デモ行進のルートライエターなどりフランカ駅に隣接したアルヘンテーラ公爵通りスペイン継承戦争時のバルセロナの陥落日は1714年9月11日だった。ことから毎年9月11日はカタルーニャ国民の日と呼ばれる祝日となり、毎年のカタルーニャ国民の日にはカタルーニャ州政府による公式式典が行われる。 2012年のカタルーニャ国民の日に合わせて民間団体のカタルーニャ国民会議が独立デモを組織した。9月9日には一人のマラソンランナーがサンカルラスダララピタから走り始めてバルセロナを目指し、9月11日にバルセロナでの行進に合流した。カタルーニャ州各地からの組織、自治体、機関がデモの参加希望者のためにバスを手配して、 バルセロナに向かっており、1000台以上のバスが、シュートに集まった。バルセロナ市議会によると、このデモ行進は、カタルーニャ州市場最多のバスを使用したイベントである。膨大な参加者数を見越して、主催者は何度もデモ行進ルートの見直しを行った。ジローナ、マンデザ、フィゲラスの市長は、バルセロナに向かうレンフェの臨時便を手配した。同日には、バイカーの集団が、 オートバイによる分離主義者更新を行い、朝からビッグを起点に走行を開始した。数時間にわたって、バルセロナ市中心部が混雑すること、膨大な人数の流入が、携帯電話ネットワークに混乱をもたらすことが、懸念された。9月11日の午前中にはそれまでの年と同じように、シウタデリア公園で、カタルーニャ国民の日の公式式典が行われた。 ラファエル・カザノバは、スペイン継承戦争時のバルセロナ包囲戦の英雄であり、サンペレ通りにあるカザノバの像に喧嘩がなされた。式典は、ジャーナリストのモニカ・テリバスが司会を務め、劇作家のジョン・オリエーが、進行役を務めた。カタルーニャ警察による行進によって式典が開始され、カタルーニャ州政府スポークスマンのフランセスク・オムスによれば、我々の国民感情と、特に、 最近攻撃の対象となっているカタルーニャ語が祝われた。2011年夏に深刻な山火事に見舞われており、戦火との戦いの象徴的存在だったカプマニーの代表者がカタルーニャ州政府のアルトゥールマス首相にサニエーラを手渡した。式典中には何組かの地元バンドが曲を演奏し、カタルーニャ人作家による詩を読んだ。 ポルトガル人歌手のマリア・デ・メデーロスが招待され、アウシアス・マルチによる詩を歌った。カタルーニャ州政府はまた、アントニ・マリア・アル・コベル、モント・サルバトヘ、エドアルド・トルドラー、ペレ・カルデルスなどの記念日を祝った。アントニ・タピエスによって描かれた、カタルーニャ精神の複製が、カタルーニャ国民の日の公式画像となった。午後6時、デモ行進は、 カタルーニャ広場に近いグランビア通りとグラシア通りの交差点で公式に開始された。パウクラリス通りをライエターナ通りに向かって下り、ラルヘンテーラ公爵通りとピカソ通りの交差点にあるシウタデリア公園に面するカタルーニャ自治衆議会議事堂近くのゴール地点には舞台が設置された。デモ行進の開始前、主催者であるカタルーニャ国民会議は カタルーニャ州議会のヌリアデヒスペルト議長に対してスペインからの離脱に至る過程を叫ぶことを依頼した。デモ行進の参加者はカタルーニャ新しいヨーロッパ国家というスローガンが書かれた横断幕を掲げた。この横断幕は9月5日にカタルーニャ広場に掲げられたものであり、同日にはカタルーニャ国民会議会長で言語学者のカルマ・ホルカデーが記者会見で 人々は準備している。我々は一歩前進するための政府や機関を必要としている。我々は自由な主権国家を望み、独立を願っているからだと述べた。このデモ行進までのカタルーニャ州政府は独立主張に慎重であり、州政府首相のアルトゥールマスは参加しなかったが、マスの妻は行進に参加した。デモ行進は大きく5つの集団に分けることができる。 戦闘集団は、カタルーニャ国民会議と独立のための自治体協会であり、カタルーニャ国民会議の十地域支部の代表者と、独立のための自治体協会の十社は、スローガンが書かれた横断幕を掲げて歩いた。そのすぐ後、ジョアン・リゴルイ・ロッチとエルネスト・ベナッチー・パスクアルを、伴ったカタルーニャ国民会議のフォルカデー会長と、カルラス・カステラノス副会長が歩いた。 カタルーニャ国民会議と独立のための自治体協会双方の代表者の集団によって3番目の集団が形成された。第4の集団は政党や政治団体である。カタルーニャ民主集中、カタルーニャ民主連合、カタルーニャ緑のイニシアティブ、カタルーニャ共和主義左翼、独立のためのカタルーニャ連帯、RI などの地域政党がデモ行進に参加しており、 また、オムニウムクルトラル、プラタフォアマプロセレックスイオンズ、ソビラニアイプログレイ、ソビラニアイフースティーシアなどの団体も参加した。独立強硬派の人民連合の候補者と独立主義、左翼は同日に独自のデモ行進を行っており、カタルーニャ国民会議が主催したデモには公的には参加しなかったが、メンバーが個人的に参加することは認めた。 政党や政治団体に属しないカタルーニャ住民によって5番目のそして最大の集団が形成された。著名人では FC バルセロナのサンドロロ政会長などが個人として参加した。FC バルセロナの元監督であるペップ・グアルディオラはアメリカ合衆国のニューヨークに在住していたがデモの最後に行われた演説においてビデオメッセージで登場して独立を支持した。 指示のグリーンカードデモ更新の最終段階で主催者のカタルーニャ国民会議は参加者に対していくつかの質問を行った。グリーンカードはデモ更新開催前に販売された様々な出版物に印刷されておりデモ更新に持参するよう呼びかけられていたほかデモ更新時にも配布された。カタルーニャ独立指示を示す投票用紙の海の写真を撮ることが目的だった。 我々は、カタルーニャ住民が自由を望んでいる写真を望みます。議会の扉を背景にするよりも良いのではないでしょうか。デモ行進の責任者のフェランシビット・オムニウム、クルトゥラルはデモ行進後に、ルイス・クンパンチ通りで、フェスタ・パー・ラ・リバータット2012というイベントを主催した。午後7時30分に、コンサートが始まり、著作家のマリウス・セラが、進行役を務め、パストーラ、 チャランゴ、ブラムスなどが出演した。デモ参加者は夜になってから解散し、負傷者や逮捕者は発生しなかった。バルセロナ市警察とスペイン政府内務省カタルーニャ局は参加者数を約150万人、主催者は約200万人、スペイン政府のカタルーニャ州代表者は約60万人と見積もった。ラディレクタ氏は、 占有面積と密度から最低105万6000人と見積もった。バルセロナ大学のヨーレンス・バドジェラは、ラバングアルディア紙に掲載された統計記事で約60万人と見積もった。この大規模デモによって、カタルーニャ国独立や欧州連合への統合の実現可能性についての議論同様に、カタルーニャの独立に向けた国民投票を実施する権利についての議論が再び、 開かれた。カタルーニャ州政府のマス首相は、でも更新翌日の9月12日に独立に対して前向きな声明を発表し、13日にはマドリードで外国人記者たちを前にして自治権拡大を求める意思を明らかにした。9月25日、マス首相はカタルーニャ州議会議員選挙を2年近く前倒しして11月25日に開催することを発表し、 町の通りでの声を投票所に反映させなければならないと主張して独立デモに言及した。2012年10月12日のスペイン民族の日にはバルセロナ市警察によれば6000人、スペイン政府カタルーニャ代表団によれば6万5000人が独立に反対する立場から9月11日のデモに対する応答としてバルセロナ中心部のカタルーニャ広場に集まった。ありがとうございます。